どう金網は。いや、初めて入りました金網。めっちゃ広いですね。広いっすよね。これリングより広いっすよ。全然広いと思います。詰めづらいかもしれないですね。あ、確かに。でもそうですね。キックボクシングも金網で試合することもなんかあったりするじゃないですか。あ、たまにあります。そうですね。はい。逃げ道ないくて怖いです。あれ MMA ルールだっけ？いや、もう肘飛んでくるよ。MMA はやろうみたいなのは全然考えてないです。あ、でもやっぱ自分は大事に出させてもらえるようになってから、うん、MMA の試合がやっぱ多いから、うん、すごい見るようになって、そっからめっちゃ面白いってなって、面白いです。最近は自分でも動画自分で見るぐらい。はい、じゃあ将来 MMA に転向する可能性もゼロでは。いや、でもやってみたいと思いますね。すごい奈々香君強い、なんか体幹強いから向いてると思いますけどね。本当ですか。多分テイクダウンとかなかなか取られないから、ちゃんと覚えた。ああ、まだしかも二十歳だし、ちょっとやってみたいです。あるかもしれないですよ、やってみよう。じゃあ、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えぐいな。えぐい強いな。えぐい強い。圧力が53キロの人じゃない。ありがとうございました。ありがとうございます。僕もなんかあんま僕プレッシャーかけられないんですけど、なんかこんなプレッシャー感じたの初めてぐらい。体重差よね。めっちゃ怖かった。体重差あるんで、ね、距離感抜群ですね、本当に。無駄な動きが一つもない。届かないやつは絶対反応しないし、攻めづらいですね、マジで。本当ですか。ありがとうございます。みんなやられる理由が分かりました。体重を増やして、そうですね、55キロとかでね、やりたいですね。なんか見たい選手たくさんいるな、本当に。はい、那須川天心君とかね。ね、見たいよ、本当に。見たい、見たい。見たいと思ってる人めちゃめちゃいると思う。なんか
大晦日なんかタケル選手と天心くんが組まれるかもしれないって今言ってるけど、はいはい、もし組まれなかったとしたら、はい、七川くんの可能性あるんじゃないですか。そうですね、ルールと体重が2人の体重がちょっと違うからどこで折り合いをつけるかっていう問題は出てくると思うんですけど、まあでも僕が完全に格下なのでやるときは多分僕が合わせに行くことになると思うんですけど、55でできるかってなったらどうなんですか。55ですか55だとちょっと55でやるならちょっと肘やりは肘やりでやりたいなっていうのがあるんで。も天心くん肘やりルールってやったことあるのか。やったことあると思います。あるはあるんだ。はい、それ55で肘やりルールだったらマジで面白い。やばいね、マジで見たい。ファン目線としてね、見たいですけどね。自分もでもそのもちろんすごい一回試合してみたいなっていう気持ちあるんですけど、タケル選手との試合が見たすぎて。確かにそれも見たい、ね、見たい試合がありすぎるんよ、はい、で天心くんがあと2回しかやらないですよね。ラスト2試合なんですよ、キックボクシング、ボクシング行っちゃうんでね。だからそのラスト2回でタケル選手との試合も見たいし、七川くんとの試合も見たいしみたいな、できないのかな2人となんとか。そうですね、なんか最後はライズで試合したいっていうのを天心。あ、そうです、ライズで多分最後の試合、昨日発表されてたと思います、大会の時、ライズの大会中に。絶対出場はもう多分そうですね、はい、そのライズに七川くんが出場するっていうのはできることなんですか。そうですね、その自分が所属してる A1 スポーツジムの選手はライズに出場してる選手が何人かいるので、それは僕がライズに出ることは可能だとは思います。じゃあ僕らの期待としては大晦日天心 VS タケル戦見て、で最後に七川くんと天心くんの試合が見れたらライズ。最高ですね、一番最高ですねむちゃくちゃ言ってるかもねまあね、本当になんかルールとかね、体重とかって本当に大事になってくるんで、それだけでね勝敗が分かれることもあるんで、簡単な話ではないのもね分かってるんですけど、僕らの希望としてはね見たいなっていうのはありますよねだって対戦せずにさボクシングに行かれちゃったらちょっと寂しくなっちゃう。そうですね、寂しいですね。奈良君的にもちょっとやってみたいなっていうのは。いや、やっぱ本当に強いじゃん。めっちゃ強いです、はい、無敗でさずっと勝ち続ける。何戦してんだろう。そうです、40何戦して40何戦無敗って、やばいです、すごいことだよ、はい、やばい。なんかやってる選手からすると本当に分かるんだけど、本当にすごいことだし本当に強いから多分やってみたいよね。やってみたいです。見たいしね。